発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーのカズキです。本日は発達障害の人が仕事中眠くなってしまう理由とその対策についてお話しいたします。このチャンネルでは発達障害を改善し才能に変えたカウンセラーの僕が生きやすくなる情報というのを発信しております。というわけで、発達障害 ASD やアスペルガー ADHD なんかを持っていますと、とにかく昼間眠くなると、仕事で集中しなければいけないのにもかかわらずうつらうつらしてしまって怒られてしまうなんてことありますし、まあ、バレなかったとしても仕事がやっぱりなかなか進まなくて結局それでも怒られてしまうなんてことありますよね。そう、僕らってこの睡眠ということに対してものすごくこうコントロールするのが苦手なんですね。実際僕なんかも睡眠導入剤を飲んでいた時期ありました。まあ、とはいえ副作用がねやっぱあって、飲むと寝る直前のとこだから思い出せなくなっちゃうんですよね。例えば本読むじゃないですか、で睡眠薬飲むじゃないですか、寝るじゃないですか、朝起きると本読んだ内容どころか本読んだことさえ抜けてるみたいな、ちょっと怖いですよねっていうことがあって、まあ副作用もあるし、なるべくお薬は飲みたくないななんて言って、まあ、改善してきたっていう経緯があります。なので今回はそういった眠くならないようになる方法ということもお話しするんですけども、その前提として、まあ、理由ということがね、理解していないと対策打ちようがありませんので、なぜ眠くなってしまうのかというところからお話ししていきたいと思います。この動画見てくださいましたら、睡眠でね少しずつ困らないようになっていきますので、最後までご覧になってください。というわけで、まず発達障害の人が昼間に眠くなってしまう理由、やっぱここが一番大事ですね。ここを押さえておかないと対策打ちようがありませんのでで、まず理由一つ目というのが夜更かしということですね。ギクッっていうね方もいらっしゃるかと思います。皆さん昨日何時に寝ましたか、そして何時に起きましたかっていうところなんですよね。ついつい僕らって夜遅くまで起きてることがあるんです。まあ理由は様々です。例えば仕事でストレスがねたくさんあって、夜このまま寝るのはもったいない、なんとか今日という日を取り返したいって言って YouTube 見ちゃう、 TikTok 見ちゃうってのもあるかもしれませんし、まあそれとは関係なくやっぱり SNS とか楽しいからそういう欲望に流されてしまうなんてこともありますよね。そう、結局僕らってブレーキを効かせることが苦手なので、今やめなきゃいけないって頭では理解しているんだけども、行動に起こすということが難しいんですよ。そうしますと、まあ普通に睡眠不足になって、4時間睡眠です、5時間睡眠です、なんていうふうになりますし、もうその状態で仕事に集中しようって言ったって無理ですよね。実際人間は最低でも7時間は睡眠取らないと、脳みそのパフォーマンスっていうのが下がって眠くなってしまうんですね。いやまあ4時間6時間ぐらいで頑張ってるよって人もいるかもしれませんが、それってもう慣れてるだけで実は睡眠足りてないなんて状態であることが多いです。実際、まあ、土日寝だめしますよ、長時間寝ますよって人は普段睡眠が足りてないっていうことが多いので、お休みの日も同じぐらいの時間しか寝ないのであれば、まあ、睡眠十分かもしれませんが、寝だめしちゃうというようであれば確実に睡眠足りてませんので、睡眠時間というのはより多く取る必要があるんだということは覚えておいてください。ちなみに余談ですけれども、6時間7時間って睡眠時間実は意外と短いですからね。アメリカとか中国とかね、先進国では8時間9時間皆さん寝てるので、想像以上に日本人というのは睡眠時間足りないんだなということだけ知っておいてください。睡眠時間のね短さワースト9位みたいなデータもありましたね。そして話は戻りますけども、仕事中眠くなる理由2つ目というのが炭水化物です。まあ言うてしまえばお米とかパンとかですよね。ただでさえ睡眠時間が足りてない状態の時にお米をたくさんですね食べてしまいますと、血糖値といって、まあ、血液中のまあブドウ糖、まあ、つまり炭水化物ですね、その量というのが上がるんです。ただ上がった状態だと体にとって良くないので、インスリンという血糖値を下げるホルモンが分泌されるんです。でこの下がった時にある意味この低血糖みたいな血糖値が足りてない状態になってしまい、うつらうつらこうやって眠くなってしまうわけですね。これ思い当たる節ありませんでしょうか。いつも眠くなるのが朝一もしくは午後のご飯食べた時みたいな、やっぱパターンがあると思うんですね。もちろん米食うなっていうわけじゃないです。お米食べてもいいんですけども、まあ、食べ方ですとか量とかでのちゃんとコントロールする必要が出てきます。まあ、具体的な方法というのはまた後ほどお話しするんですけども、ついつい僕らって炭水化物とかね、糖質、あと脂質とか
そういったものが食べやすいものですから、積極的にそういうものを取ってしまいがちです。まあ、そうすると眠さだけじゃなくてお腹周りがねどん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 大きくなって体重のコントロールっていうのもできなくなっていきますし、感情っていうのもコントロールできずイライラしてしまって人間関係トラブルなんてのにもつながりますから、食べるものというのは意識する必要があります。そう、結局心と体ってつながってるんですね。あなたの体の状態が良ければ心の状態も良くなるし、心の状態が悪いのはもしかしたら、体の状態だけじゃなくて普段食べているものをが影響しているということがとても多いので、自分は普段どんなものを食べているんだろうな、その食べているものというのはどういった栄養の成分なのかなということはね、一度分析してみてください。分析っていうとねちょっと難しいかもしれませんけども、それこそねそういったアプリありますよね。それこそ僕今ボディメイクめっちゃ頑張っているので、なんかみるみる腕が太くなって逆に威圧感あるんじゃないかっていうくらいなんですけど、アスケンっていうアプリ使うと自分がどれだけタンパク質だったのか、どれだけ炭水化物だったのかとか、何キロカロリーなのかみたいなことを出してくれるんですよ。これめちゃくちゃ便利ですのでおすすめです。それこそ発達障害の人がね食べるべき栄養っていうのをこれから学んでいって取り入れていく必要っていうのがやっぱありますから、ぜひね一度ダウンロードしてみてください。そして最後3つ目というのが、仕事での意義や意味っていうのを見つけるということです。結局何のためにこれやってんのとか、本当に自分のやってることって必要なのっていうような、これはどちらかというとモチベーションとかメンタルのお話ですけども、こういったものが大事になってくるんですね。正直やりたくないこと、嫌なことっていうのをやらせられるって本当に苦痛じゃないですか。どんなに眠くなくたって、睡眠足りてたって、退屈なことやらされていたらそりゃ眠くなるんですよ。それが人間です。だからこそ、じゃああなたの仕事は何のため、誰のため、なぜやってるのか、それをやった先にどうなっていくのかっていうような仕事での取り組み方というのをですね、今一度考え直してみていただければなと思います。もちろんこれ自分で分析するのって難しいですから、上司とね面談してみるというのもいいと思いますし、その時間すら取ってくれないような会社というのはですね、あなたに対しての思いというのもないということですから、ちょっと今後のね進路っていうのは考えた方がいいかもしれませんが、いくら体というのを整えて睡眠充実していたとしても、モチベーション低いままね仕事頑張ろうっていうのはそれはそれでまた苦しいものですから、ぜひ一度ねここというのを見直してみてください。また逆に言ってしまえば、ここさえバチってはまったら発達障害の人ってむちゃくちゃ頑張れるんですよね。それこそそれで頑張れたのは僕の場合は副業とか自営業でした。それこそやればやるほど自分の生活というのはやっぱり豊かになっていきますし、生きやすくもなっていく。なおかつ自分でやってることが直接お客様が喜んでくれてやりがいもあるってなったら、もうやめろって言われてもやりたくて仕方なくなるわけですね。そういう状態で仕事を頑張ると、しんどいな、めんどくせえな、眠いなっていう状態で頑張るの、ね、10年後あなたは人生どれだけ変わってるかって話じゃないですか。副業やりましょう、フリーランスになりましょうとかそういう話じゃないんですけども、あなたが本当にやりたいことってのをこれからやっていただきたいですし、もし今の仕事でそれができないのであれば、副業でもいいからそういったところから始めていって、モチベーションっていうのをコントロールしてもらえればなと思います。それこそ自分で副業やってて、それ頑張ってて、そこに情熱を注いでます。で、サラリーマンっていうのは、副業で成功するまでのつなぎですっていうような形で、ある意味開き直れていたら、それはそれでね、また苦しくないので、うまく自分のモチベーションをコントロールできるように、いろんなことをやっていってみてください。以上が発達障害の人が昼間眠くなってしまう理由ですね。じゃあ、具体的にどうやって対策を打てばいいのか、眠くならないようにする対策というのを、続きの動画公式 LINE にてお話しいたします。そういった情報をちゃんと学んでいきたいよという方は合わせてご覧になっていただきたいんですが、一つだけこちらでポイントをお話しするのであれば、自分の意識であったりとかモチベーションをなんとか変えようというよりは、環境を変えるということを意識していてください。これはつまり転職しましょうとかそういう話じゃなくて、例えば夜早く寝たいんだって思った時に、じゃあスマホをなるべく見ないようにしようって思ったとしても、じゃあそれを行動に移せるかって無理じゃないですか。現実的じゃないですよね。いや、頑張ればできるかもしれない、チャレンジしてみるって思ったのであればやってもらえればと思うんですけども、基本的に僕らって三日坊主になりがちなんですよね。なので自分だけの力じゃなくて、早く寝たいのであれば早く寝ざるを得ない状況を作る、夜更かししなくなる環境を作るということを意識してください。
まあ具体的な方法をまたお話ししますが、皆さんね、意識を変えようとするんですけども、意識変えても行動って変わんないです。だって例えば、ダイエット頑張ろう、なるべくカロリー抑えようって思っても、目の前にお菓子あったら食べちゃうじゃないですか。家族がケーキとか食べてたら、もうダイエットしようと思ったのにとか言いながらケーキ食べますよね。でも、例えば家族がもうめっちゃスリムで、今日もジム行くから行くよとかって言われたら、もう勝手に痩せていくわけですよ。つまり、環境を変えるということが大事になってきますので、自分だけで頑張るとか、意識を変えればできるんだっていうことは思わず、変えられるものというのをね、変えていっていただければなと思います。それら具体的にどうすればいいのというと、続きの動画を公式 LINE でお話ししております。この動画の動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード、眠気というのを入れていただきますと、昼間、というかまあ一日中の方もいらっしゃるかもしれませんけども、眠気に襲われて仕事がうまくいく進まないなんてことがなくなっていきます。お給料をもらってる以上ね、真面目にやんなければいけませんから、怒られないようにぜひ合わせて学んでいってください。以上、本日は発達障害の人が昼間に眠くなってしまう理由とその対策についてお話しいたしました。本日の動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。大変なことたくさんありますが、大丈夫、あなたは必ず改善していくことができます。一つ一つできることをやっていってください。あなたの幸せ、このように願っております。以上、和樹でした。